暖かい春の訪れ、咲き誇る花々、まぶしい森の新緑や茶畑の緑が村を美しく彩ります。ここ日本一の玉露の里、星の村は豊かな自然に恵まれ、立ち上る朝霧や冷気を含んだ風により良質のお茶の生産に最も適した地域でもあります。公園の中央部には神秘の湖麻生池があり、四季折々の顔を見せてくれます。周囲には池の山キャンプ場があり、若者や家族でにぎわいを見せます。春を迎えると星のふるさと公園を中心にシャクナゲやクルメツツジが開花し、あでやかな雰囲気に包まれます。園内には満天の星空が楽しめる九州最大級の反射望遠鏡を備えた星の文化館や、八女伝統本玉露が堪能できる茶の文化館があり、お茶をいただきながら楽しめる借景は私たちの心を癒してくれます。世界平和を願って建てられた平和の塔もあります。近くには宿泊施設星の温泉池の山荘があり、温泉が堪能できます。村の中心部から10分ほど車を走らせると、透き通る渓流水を浴び元気に泳ぐエノハ、別名ヤマメの釣り堀があります。家族で楽しめる人気のスポットです。その他、日本棚田百選の広内上原地区の棚田や、県内でも有数のパワースポットといわれる室山熊野神社など見どころも満載です。福岡都市圏から車でおよそ80分、美しい自然あふれる星の村へぜひお越しください。